お先失礼します。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 あと頼んでます。なんで自主練せんと帰ってんのお前ら。バラバラ。ねえ、みんな自主練しとれっけお前。え？でさ言うたな粘り勝ちって。あと1球あと1スイングって。ねえ、言うた途端や。理由はよお前ら。自主練せ理由はよお前。バラバラ。お前ら3年がな、もう特にだらけてるよ。あかんよ、それじゃチームが。で、お前らも、帰るのか、残って自主練するのか、もっぺん、よう考えろ。あんた、よう考えて、よう考えて、結果を出せ。帰るのか、自主練するのか、よう考えろ。そしたらあっちで座って待っとくから、お前ちょっとよく考えて、よく考えてから、帰るのか、残って自主練するのか決めろ。よーく考えろよ。お先失礼します。失礼します。失礼します。なる。でね、再来月のリーグ戦に向けてな、しっかりとできることをコツコツやっていきましょう、ね。このリーグ戦で勝つことで、このチームはもっと上に行けると。じゃあ、おもちょるよ。オッケー。司会で行こうね。はい、解放。しょ。学園中。なる。あ、そうですね。おはようございます、学園長。決まったかね。決まったと言いますと、はい。なる。なる。いや、ちょっと待って、それはさすがに。いや、ちょっと待ってください、学園長。いや。めちゃくちゃ。翔太と雪村と日野、ちょっと呼べ。はい。なんで呼ばれたかわかるか。いや、ちょっと思い出してみ、なんか思い当たる節がないか。なる。もういい、ちょっと、もうきつい。なんかないか、一個でわ。正直にこれかなってやつ。あれですかね。ねえ、それ言うてみ。さっき神田さんがミーティングでおっしゃってた、絶対勝つぞって気合入ってるリーグ戦。言うてたね。さっきのミーティング言うたけども、再来月のリーグ戦、あれで勝つことで、このチームはもっと上に行けると思っちゃうよ。はい。あのリーグ戦なんですけど、エントリーが締め切り昨日まで。え、よせや！嘘だろー。マジです。昨日まで？はい。え、マジ？マジです。ほんま？あ、ほんまっす。うわ、え、なんで昨日言わんかった？だって、それは僕ら出ない方が楽なんだ。なる。ちょっと正直言い過ぎや。え、さっきあのミーティングで先生言うてた時にどう思ってた？昨日やのになーって。なる。お、
え、てか今日、アキリーグのメンバー発表じゃないですか。あー、めんどくさ。そうっすよ、そうっすよ、うん、どうなんですか。次、お前ら外野守備しながらボール拾いね。ボール拾いもしながら、まあ、基本はまあ外野守備メインで、まだ正ポジション決まってないから、アキリーグの。お前たち全員ちょっと外野守備もできるぐらいの、ようになるぐらいの気持ちでちょっとやってくれ。はい。オッケー。はい。はい。はい。まだ正ポジションふわふわな時点で、このチーム無理やろ。いや、いけますって。翔太さん、日野さん、ジュンスならいけます。だって3人とも、あれじゃないですか、直近10試合で打率4割超えじゃないですか。あ、ただこいつ3割8分やじゃん。9番でホームラン4本打ちましたやん。奇跡の全部ソロホームランや。いやいや、それは俺の前のバッターが悪いやん。なんでまず俺1番やん、ずっと。そしたらいや、違うな。確かに。まず。あ、ほんとさ、あの、外野守備。はい。次、あの、ファールボール、俺らが全部行くから。イエス。絶対触れますよ、また。絶対っす。最悪ボールなくても、これボール投げて探しに行ったらバレ。それはプロすぎますね、先輩。教えてください、また今度。またな。お願いします、お願いします、すみません。よし、帰ってこうぜ。よし。行きまーす、行きまーす。すんのよ。バララル。ん？もうお前らがチームを引っ張っていかなあかんねん、ほんまは。それがどうや、お前。最近お前らに憧れてな、一緒になってお前ふにゃけとる奴らがおるやろ、そういう後輩どもが。ん？もうね、憧れられる立場なのよ。でもそれって怖いことなのよ、分かっちょる？憧れられるとか。影響力を持つ、チーム内で影響力を持つってのは怖いことなのよ。お前たちの一つの言葉、一つの行動、一つのプレーで影響を受けて、な、後輩たち一つ一つの人生を、ほんまに変える。人格を変える。わかる？影響力を持つというのはそういうこと。で、お前らも自分たちを憧れてくる後輩のことを思え。先生もそういう、後輩たちの一つ一つの人生を、やっぱ大切にしたいよ。わかるか？その自覚を持って、死刑なんかやお前ら。害悪腐れ人生を折り切れどもめ。なるなる。アキリーグのレギュラー発表を行います。行くよ。背番号12、佐藤。チームのために立ててくれるか。はい。背番号9、浦川。チームのために立ててくれるか。はい。背番号25、翔太。チームのために立ててくれるか。いえ。背番号19、大野。チームのために立ててくれるか。はい。背番号7、日野、チームのために立たせるか。いえ。背番号64、純、チームのために立たせるか。いえ。背番号43、広川、チームのために立たせるか。はい。
先輩。なんだって。なる。だからなんでレギュラーの意思がないの？いや、お前らね、ろくな考えもなしに言うちょっか。いやいや、考えてました。ほんの言うてみよ、理由を。いや、あれ、秋リーグって基本的に試合は日曜じゃないですか。うん、まあそれな。日曜やと人が多いなって。なる。なんやそのイオンみたいな理由。あ、いや、お前らな、せめてな、せめてしっかり考えてから言う。ああ、してもう一回ちょっとよく考えろ。ああ、判断待ってるから。いい。お前ら。はい。もうこの際やからや、はっきりせへんか。アメプラ野球部の一軍とお前らサボり組で試合しようや。それで負けたらもう何も言わんわ。試合出たくないっちゅうんやったらせめて筋通せや。え、どうや。いいっすよ。いいっすよ。レイチャンス。よっしゃ、余裕やな。ああ、こまめ行こうか。俺も行こうぜ。えい、行きましょう。おやおやおや、翔太くん、日野くん、淳くんを地獄の日本代表選考合宿に招待しようかなと思って。ああ、ちょうど今紅白戦してるんで、どんどん見ててください。はい、この紅白戦の活躍次第では、かなり地獄の日本代表選考合宿に招待させていただきます。はい。増え続ける練習中のスマホゲーム。先週の練習でも監督が来ているのに気づかないほど夢中になっていたサボり部員たち。同時に4人もチームから出される異常事態となりました。部員たちはベンチでスマホゲーム。グラウンドに車で到着した監督がベンチに着くまで約4分。この4分間にできることはないのでしょうか。そうですね、僕が一応見張りを任されていたんですけど、僕もスマホゲームをしてしまいました。まあチームから出されてしまったのはしょうがない。この期間でしっかりスマホゲームのレベルアップをしたいですね。はい、ということですが、オフィスケキャスターどうお考えでしょうか。いやもうね、大変憤りを感じておりますよ。特にね、あのインタビュー受けちょったあの部員 S、 あいつなんかもう反省すらしてないでしょ。自主練の参加人数がついに0人になりました。オフの日も自主練を設けていたアメプラ野球部でしたが、ついに参加人数が0人に。意気込んでグラウンドに来た監督が一人で T 打撃をする異例の事態となりました。なんか監督が編み出した解放エクササイズとかいうわけわからないトレーニングをさせられるようになって、もうやってられないですね。解放エクササイズが嫌です。自主練に行くくらいならバッティングセンターに行った方が練習になります。そうですね、解放エクササイズが嫌で自主練は行かなくなりました。監督は別にトレーニングの知識が豊富なわけじゃないから、自己流のトレーニングとか押し付けないでほしいですね。僕はもともと自主練行ってないですね。
あの監督さん。ええ、おやぶせんかよ、気をつけてやるぞ。その件なんですけど、監督さん。ねえ、ちょっと昨日の自主練の時からなんですけど、ちょっと指を痛めてしまって、骨にひび入ってそうで。ナホ、嘘だろー。はい、ナホ。はい。いや、もしそれ3本以上売れてるやったらさすがに無理やし。なるなるなる。出てない本、大体7本ぐらい売れてそう。なる。さすがにな、3本以上売れてたら試合をやめるとか一応さすがに出てる。2本。いや、ちょっと骨に響いて結構あれなんで、さすがにちょっとそれはやめてた方がいいかも。問題になるか。問題になる。頑張れ。あ、はい。ベンチ頑張れ。はい。すいません。一本でも無理かな。なる。そうっすね。日々ってでもどう？日々。オッケー。ちょっとさ、飲ますか。あ？指に指入った。嘘やろお前。嘘に決まってるやん。試合だるいし、まあ負けたらさすられるやん。俺の必殺だ、KO。ベンチラップやわー。イエーイ。そうなんですね。ああ。なんでお前みたいに大事な試合の日に仮病を使うようなゲームキャラがおる。やめちゃうかお前ですよ。邪魔ですよ、キリって。翔太さん、次バッターですよ。ああ、先行ってこい。どうせ打てんやろ。あのね、ホームランのね、たまたまでも打てるのよ。試合大事なのは守備、しっかり守れるかどうか。日頃の行いが出るのは走塁よ。ホームランやファインプレーなんていらない。シングルヒット一つと走塁ができてこそ実力や。セーフ。すごいなお前。すごいな。おいよ、頑張れ。頑張って。なんじゃこの試合は。もう試合出たやつら、まだちょっとグラウンドな使っていいみたいから、地獄のノックと走り込みで追い込み、今先にやってから帰りましょう。オッケー、はい、準備で。この監督さん、ん、あの朝は本当にすみませんでした。ああ、いいよ。なる。いや、あの今日チームに緩い空気を持ち込んでしまって、なのでこの後は一旦チームから出て球場の掃除を行います。ああ、いよいよお前活躍したやん。あのノックとか入れ。なる。入ってる。よろしい。いや、でもやってしまったことなんで掃除させてください。いやいや、掃除はしないだぜ。ああ、気にすんな。ああ、入れ。なる。いや、でも自主練の時に怪我をしたって言ったんですけど、そもそも自主練しないです。わざわざ言うのそれを。まあまあ、ええよ。そやな、おちょったし。うん、OK、はい。なる。あと、試合日の日の朝にやるイメトレの時間でイメトレしたことないです。うん。なんでわざわざ言うの。ええよ。あの、知らせてもらえ。みんなしてな。はい。なる。あと、裏で監督のことを猿王って呼ぶつもりです。事前に言うの？わざわざ事前に、お前で言うちないねんな。呼ぶつもりで。いいよ、入れ。なる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 。